さらに修行に励む。ちょろいもんね。気を抜くな小僧、まだ敵はいるぞ。いやおっさん、私女だよ女、うん、どこ見てんのよ。ともかく次の敵を探すぞ。レジスタンスよ、無駄な抵抗はやめろ。ごたくはいい、行くぞ。ちょろいもんよね。これであらかた片付きましたな。そうね、一旦広間に戻ってみましょうか。まだ襲撃があるかもしれないし。さて、なんとか撃退したけれど、これからどうするの、リーダー。どうする、まだ新手が攻めてくると決まったわけではないからな。そうですよ、クヒヒ。まずは一体誰が騎士団に情報を漏らしたのかを調べるのが先決ですね。まあだいたい見当はついていますがね。あなたたち、まだそんなことを言っているの。じっとしていたらまた騎士団の連中がやってきて捕まるだけなのよ。先ほどの数ではおそらく第一陣に過ぎぬでしょうからな。どうしよう。やっぱり逃げるしかないんじゃないか。やめたまえ、カリン君。ライガ殿、いたずらに同志たちを動揺させるのは、クヒヒ、皆を動揺させてどうするつもりなのでしょうね。こいつら、さっきまで何もしてなかったくせに偉そうに。ほんとほんと、戦わないなら金を出せっての。とにかくここはリーダーである私の指示に。あなたの指示なんて待ってたら日が暮れちゃうわよ。何を。この口だけ男、あなたなんかにはもう任せられないわ。くひ、さてはこの女、
リーダーの座を乗っ取る気ですね。何言ってんのよ。救いようがないわね。確かに。誰？レジスタンスの諸君、君。王家か。ならば方位に抜かりはあるまいな。貴様らが炎帝の魔導器を我々に渡さぬよう抵抗をしようとも、全ては無駄なこと。貴様らのやったことは重大な王家への反逆である。おとなしく幕に、いや、どうせ処刑される身なのだからな。ここで全て切り捨ててやろう。泣きわめき、まる謎にこの私が。王家、どういうつもりだ。カリン様に刃を向けるなど許されると思っているのか。今そこにいるのはただの薄汚いレジスタンスの小娘だ。この状況で見誤ったとて仕方あるまい。貴様怒ったか。怒ったのか、ライガー。ああ、怒ったのか。行け。貴様はいつもそうだ。この私を高みから見下ろし、死がにもかけぬ。だが、その余裕をすぐに後悔することになるぞ。さらばだ。ああ。逃がしちゃっていいの？騎士団の隊長なら身の代金取れ。